ありがとうございます。土山です。今日は、すいません。今日はですね、研究あれけこの前はどうなのあれこっちかあこれ研究力の現状とですね、課題とそれからまあどうしたらいいかというようなことを少し話そうと思っていたんですけども、まあこの前に4人の先生方からプレゼンがありましたので、まあ、それに対してのまあコメントなどもお話をさせていただきたいなというふうに思っています。で、ちょっとですね、時間がなくならないうちに、ちょっと前の、いくつかの先生方の ご講演について少しコメントを述べさせていただくと、なんかですね、若干私は失望してまして、要は研究力を高めるためには金を出せということだと思うんですね。で、それってそれだけだと全く説得力がない。ここの人たちは、ここに集まった人たちは研究大事だし、まあ、特に基礎研究やんなきゃいけないよねと思っている人は多いと思うんですけども、後でもちょっと言いますけれども、例えば科研費に対しても、そんなね、その学者が好きなことをやることに対してなんで税金使うんだっていう外部の声ってあるんですね。で、そういった人たちにどういうふうに説明していくのかといったことをしっかり考えなきゃいけないのに、論文の数が増えないとかですね、あるいはもっとばらまけとかですね、それでは全然全く説得力がないの で例えば私がですね、予算を要求するのに、神田さん前主計官だったんですが、例えば主計官とかですね、主査のところにお伺いしてですね、ご説明するわけですが、その時にいや、それだけだったらお金つけてくれないわけです。だから どうして、研究力を強化しなきゃいけないのか、で、論文の数がどうして増やすべきなのかといったことも含めてですね、やはり そういうことをこうしっかり論証していくことが必要じゃないかなというふうに思いました。今日はお仲間なのでそれで済むのかもしれませんけども、やっぱり外のいろんな厳しい人たちにどういうふうに科学が大事なのか、あるいは基礎研究が大事なのかというのをこう言っていく必要があるんじゃないかなというふうに思いました。で、この辺はですね、基本的には優れた研究者が多くて活躍しているというのはご存知の通りで、やはりこういうノーベル賞というのは数統計的には数にはなりま、で評価するというわけにはいかないですけれども、やはりこういうその今年はありませんでしたが、かなりですね、こう21世紀になってから非常にですね、研究この受賞者が増えているというのは、日本の研究力が高くなっている。ただしそうは言ってもですね、この辺のこういった先生方は若干数十年前の研究を評価されたということですが、山中先生の場合はですね、ここ数年の研究が評価され、しかもこの以前のノーベル生理学医学賞の利根川先生は今日経に連載されてますけれども、スイス時代の業績で、受賞されてますが、山中先生の場合は、最近の研究成果、しかも日本の中でやった研究ということで、ある意味象徴的にな存在であろうというふうに思います。ただしこういった方たち、山中先生のような、受賞をですね、が今後増えていくということができればいいなというふうに思っています。で、あと一応ですね、これ論文で評価すると、分野によっては優れた研究が創出されているということであります。で、あと論文の発表で、先ほど豊田先生からも同じご指摘がありましたが、ここ10年で下がって相対的に下がってるんじゃないか、私が持っている数字では論文数自体は、増えているものの、増えているものの、相対的な地位がですね、下がっているということが問題であろうということであります。
ですね。それからあと国際協調論文の割合が低いというのも我が国の特徴で、これはやはり、まあ、ヨーロッパはですね、すぐに近くに先進国のいっぱいある、周りが全てが同じようにトップクラスの研究をやっているところかもしれませんが、日本の場合は少し地理的にも難しい点もあると思いますが、国際協調論文が少ないというのが特徴であると思います。であと予算についてなんですけど、まあ、確かに若干増加はしているんですが、まあ、減った年もあったりしてですね、なかなか科学技術振興費、まあ、科学技術関係予算ですね、なかなか伸びてないように見えますが、おそらくとはいえですね、他の予算が減っている中で、まあ、かなり優遇はされてきているというふうに思います。でこれは財務省からのホームページなんですが、いや日本の科学研究関係のお金が低いじゃないかっていうことは、そういう批判もありますが、実はその日本はOECD の中でもですね、政府の全体の総支出自体が、まあ低い状況で、そこで社会保障費がどんどん伸びている中で、それ以外の支出というのは非常に低いというのが、まあ、これ財務省のホームページなんですが、そういった中で科学、したがって科学技術関係のお金もですね、まあ、こういう厳しい中で倍必要とか言ってもですね、それだけでは説得力がないというのが今の現状であります。で、まあ、あと、まあ、先ほど言いましたように、科研費なんかもですね、まあ、科研費は実は毎年増加しています。ただし、自由な研究を支援するということに対して、まあ、それを税金で、支援するということについて、大変厳しいご意見もあるということにですね、我々留意しなきゃいけないなというふうに考えています。であとですね、それから課題について少し言うと、研究支援者がこうの数が少ないとかですね、あと先ほど時間の話がありましたが、この同じデータだと思いますけれども、これよく見てみると研究費相対的にですね、研究にかける時間が減っているのは確かなんですが、それに対して実はここ教育の部分で教育の部分が増えているんですね。 5% ぐらい増えているということと、いや雑用ばっかり大変なんだっていうのはよく聞く話なんですが、なんかこの統計的に見たら10% ほど減ったうちの 5% ぐらい、 5.5% は、教育の関係の時間が増えていると。まあ、教育を雑用ということではないと思うので、むしろその大学院重点化とかですね、で大学院教育をしっかりしなさいという声も強いので、まあ、おそらくこの教育に対する避ける時間もかなり増えているということが一つの要因ではないかなというふうに思います。でそれからあとあれですね、ポスドク、今日若い方もいらっしゃると思いますが、ポスドクの方が非常に、まあ、当然かもしれませんが、たくさん論文を書いているということであります。でそれからあと教員の年齢構成ですが、日本はやに教授が多いというのが特徴であります。でそれからあとそうです、博士に行く人が減っちゃってるというのが一つ問題であります。まあ、それとあと若手の研究者の雇用が不安定ということもあります。まあ、そういった課題があるという中で、まあ、一つですね、我々一つやった今年の予算でやったのが、研究大学教科促進事業というもので、まあ、先ほど一部10代、上の何ですか、その科研費獲得の費用、獲得費を上から並べると、その上の10大学に集中しているというお話がありましたけれど、あれ別に大学の名前を見て研究費を配るわけではなくて、そこに集まって、例えば東大にですね、東大にだからといって配るのではなくって、東大にそういう人が多いということだとです。でということは
ということなんですが、じゃあこの研究大学強化促進事業ではどんな大学が、採択されているかというと、もちろんその旧帝大と言われるところだけではなくてですね、谷口先生のところの熊本大とかですね、あるいは豊橋技術大学、奈良先端のそういった大学ですね、比較的例えば小規模な奈良先端とかですね、そういったところも採択されているということであります。で、例えばなんていうんですかね、そのまま上からこう配っているとかいうわけではなくて、それぞれの、点数化してこれを決めたわけですけれども、それぞれの先生が大学の、これは学長とかですね、いわゆるそのボードメンバーというか経営者が研究力をどう強化するかということをですね、計画を出していただいています。で、なんて言いますか、大学をその、経営的にですね、経営から見て研究をどういうふうに強化するかということを進めるためにこういう事業をやったものでありまして、で、そうですね、あとなんだっけ、それから例えば私はサイエンストークス のホームページに出ています、私のインタビューに載ってますけれども、大学によっては引き抜き合戦とかですね、研究者を、優秀な研究者を引っ張ってきて、引っ張っていくと。そのためにはどうしたらいいかというと、その大学としてやっぱり魅力的なものにしなきゃいけない。でそれは研究を しやすい環境にするとかですね、そういったことなどもしていらっしゃると思います。さっきの谷口先生のところの熊本大学などでもこう見ていると、こうどっかに引き抜かれるんだけども、ちゃんとその後に優秀な研究者が来るとかですね、そういったことがこうあってですね、さっき東大で芽が出なかったら、熊本大学っていうのはありましたけども、でも熊本大学で芽が出たらまた違う大学に行くとかです、そういった循環がうまく起きればいいかなというふうに考えています。でこれは研究環境改革の取り組みということで、いくつかの大学がこういうことやってますよという紹介であります。で、それから、あと最初に宮川先生が、研究者をに研究テーマではなくて研究者に金を配ったらいいんじゃないかというのはありましたが、研究費、そうすると多分おそらくですね、総額を多分計算されてなかったですけど、おそらく研究者じゃないって判定されちゃうような人も出てきて、来るんではないかなというふうに思いますし、それどう面白い考えですけども、それを全てにやるっていうのは多分やっぱり基盤公費的な考え方になってしまって、硬直化が出てくるような感じもするので、します。で、我々としてはその研究者というより、やっぱ研究、この研究を強化するとかですね、そういう政策的な判断をしていくので、若干ですね、それどうしたらいいかというのは、もっと詰めて考えないといけないかなというふうに思います。30秒で、まとめるとですね、やはり強みを強化するということではないかなということで、研究環境を向上して、それで大学を強化していくということが必要ではないかなと思いますし、その若干ですね、やっぱりいろんな大学、全ての大学にこう研究費を増やすという政策ではなく、やはり先ほど申し上げたように、やはりお金は限られているので、選択と集中によってどん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 悪くなっていくという豊田先生からのご指摘ありましたけれども、それはそうは言ってもですね、この少ないお金をですね、あっちこっちまくというのはなかなかそれこそ非効率になるのではないかなというふうに考えていて、やはり競争的資金へのこうシフト
とそれをちゃんと適切に評価していくというサイクルを回していくというのは、今後もですね、続けていくべきで、さっき透明性がないんじゃないかとかいうのが、確か宮川先生からもありましたが、この本ですね、研究する大学っていう岩波から出ている中で、東大菅先生って前 NIH にいた先生が指摘されてましたけれども、かなり日本の研究費のシステムも改善されてきているというふうにご指摘されていて、もちろん完璧ではないと思います。常に見直していくことは必要だと思いますが、研究の評価もしっかりしてですね、こういうふうに役、まあ、すぐに役に立たないかもしれませんが、その世の中に訴えていくときには、こういうふうに我々の世の中が変わって、研究によって変わってきているとかですね、影響を受けているといったこともですね、しっかり説明していったり、あるいはその産業界とどう協力するか、今日は日経だったと思いますけど、製薬企業からこんなにお金もらっているというのは出てましたが、とは言ってもですね、お金もらっちゃいけない、産業からもらっちゃいけないというよりは、その透明性を持って、いい関係を作っていくということが必要であって、これでお金も産業からのお金をシャットするというようなことにならないようにしていく必要があるだろうというふうに思います。以上でございます。どうもありがとうございました。